はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。すいません、また同じような動画になっちゃうんですけど、今日はメイク動画と雑談といつも通りやっていきますので、はい、よかったら最後までご視聴していってほしいと思います。それではスタート。最近の話なんですけど、デスクドレッサーってメイクの入れてある、あの、あったじゃないですか。あれがね、足が壊れてしまいまして、で、新しいのをね欲しいなと思いまして、コンパクトな同じようなものを選んだんですけど、どうしてもメイクの収納するのに私は必要なので買いました。それが届いて、そっちに入れられるようになるまで今この下にね、段ボールに置いてあります。足がね、ちょうど細いやつなのね、そのデスクドレッサーが。だからね、一本がどうにかなっちゃうとダメになっちゃうから、足だけ外してなんか再利用できないかなっていろいろ考えたんですけど、新しいのを買ったらそれをずっと使えるからと思って、思いっきり今回ね、でまだ届いてないっていう状態です。で、その段ボールから出してメイクをしておりますので、でメイクに入る前にこのモアリップをまず唇につけていきます。びっくりしちゃった。一人でさ、模様替えした時にね、ちょっとその時に実は壊してしまったとか、運んだ時にどっかに当たってて一本だけちょっと変な方向へ行ってしまっていたという。で、そしてハーバーのツルツルマットベース、これを塗ります。私はね、この辺に毛穴が多い部分でね、また鼻がねちょっと赤くなってきて、ていうか赤みはね、そんなにニキビ跡みたいのが取れてたからそんな目立たなかったんだけどね、また皮膚科行かなきゃ行かなきゃって言いながらもう2ヶ月ぐらい経っちゃってるまあ今の薬がね、もう少しでなくなるから、そしたら皮膚科へ行きます。こんな感じでちょっと毛穴が多いとこだけ塗ります。ナチュレルオーガニック UV ミルクっていうのを塗ります。実は3月入ってから朝にウォーキングを少し始めてるんですけど、最初から飛ばしてしまうとちょっとあれなんで、とりあえず朝起きて朝ごはん食べる前にウォーキングを始めております。どう変化していくか、また最近始めて良かったこととか、そういう動画とかも出していきたいんですけど、はい、こんな感じ、下地を塗りまして、で、その朝ごウォーキングの時に朝のスキンケアをして、その日焼け止めを塗るようになったので、まあ一応これ日焼け止め効果もあるので一応軽く。そして今日はですね、これも久しぶりです、ルナのクッションファンデを。そうだからね、その朝のウォーキングって結構いいって言うじゃない。私ずっとさ、体調が優れなくて、去年ね、あのエアロバイクも漕いだり漕げなかったりっていう時が実は多かったんですけど、今はね、まあ漕いでる方が5分でもね多いけど、それもやりつつ朝ウォーキングできたらなと思って、最近こうやっと体調が整ってきたというか良くなってきて、朝に戻していきたいと思って、今それをする前は8時半とかに起きていて、それじゃあちょっとね、8時半じゃもう全然、前なんて仕事とか行って働いてるね、下手した時間だったから、だから一応ね、6時半にぐらい、6時半から7時を目標に今7時から始めてまして、で朝はやっぱりそう、朝にさ強かったという、日が空いてるっていうか結構なね月日が経ってるから、ちょっと7時に起きて7時半ぐらいまでアラームを鳴らして、まあそれでちょっと鳴らしていってるんですけどね、3月中にそれを整えるのがちょっと目標で、それプラスまあ在宅でお仕事をしたりとかいう、夜もね早めに12時には寝るようにしております。はい、こんな感じで
塗っていきます。で、鼻もね、こう塗るとね、まあ全然隠れて綺麗なので、これ以上ならないようにね、また皮膚科に行かないとなんだけどさ、プライバシーの UV パウダーを塗っていきます。最近ちょっと生活習慣というかが変わってきてますね。そのお仕事というかね、家でできることを、 PR 案件もそうですけど、それ以外の在宅ワーク的な感じなものも少しずつやりつつっていう感じなんですけど、やっぱ外にさ出ないじゃない、やっぱ在宅ワークって。そういうその食レポとかそういうのだったらね、外行くけど、一日出歩かない日もねあるわけさ。それを考えるとさ、ちょっと今まではさ体調悪くて出たくないっていうか出れないっていうかさ感じだったから許されたんだけどさ、動くからね、だから朝ウォーキングを始めたっていうのもその目的の一つではあるんですけど、太陽を浴びるっていう、その光を浴びるっていうのをね、ここ窓開けてたとして光が入るとしてもさ、直接浴びてないわけじゃん、外に出てないからさ。でね、これシーグラムのアイブロウ買ってみたんですよ、って言って開いてないっていうね。だから外へ出たいんだけどさ、どうしても体がついていかなかったからね。はい、こんな感じの形になってます。ここにね、面白いのがさ、こうやって開けられるのね。これ面白い、くるくる回したりしなくていいんだよね。これで初めて眉毛を描きます。でもやっぱこの配置にしてからやっぱ光がいいね。だから午前中とかに撮影するのが一番いいかもしれない。あ、描きやすいかも。あ、これいいかも。こういうね、形だからかね、ここにフィットするんだよね。え、すっごい時短になります、これ。楽でいい、これ。だってここやれば出てくるしさ、これちょっとまたリピしよう。あ、これいい。改めてまたお気に入りのもので紹介させていただきます。一回でなんか気に入っちゃった、これ。はい。これもね、とってもいいアイブローマスカラ、ロム&のね、今目変わりの最中ですけども、はい、リピしました。同じような色か、もうちょっと暗い色かな。で、私前にも言ったけども、その在宅でメイクしない日が多かったんだけからリピはそんなにね早くなかったんだけど、今回ほら朝生活に戻ることによってメイクするまでセットにしたいかなって思うので、もしかしたらリピが早くなるかもしれないね。ソポのこちらのアイシャドウを使っていきます。朝散歩行った時は確かに寒かったけど、やっぱり日がすごい出てるからすごい暖かいっていうか気持ちいいって感じだけど、家にいるとやっぱ寒くて用事があるんで、今支度してるのと同時にこれ撮ってるんですけども、この服装で一応服は冬服あのコートかなと思ってるんだけどさ、そうはなんかさ、やっぱりそのウォーキングの時間ってまださ朝早い方だからさ、日があるとしてもやっぱ寒かったりするじゃん。で、今もう時間がさ結構経ってるからさ、結構暖かくはなってきたとはいえやっぱ寒いわけね、なんか風とかがさ。だからちょっと今日は夜は遅くなるかわかんないけども、ちょっと厚めの服装にしていきます。いや、もうちょっとね、こう撮影をする時間がね、今後朝をねちゃんと戻せるようになったからできるんだけど、何を撮っていこうかなっていうのも、朝ちょっと頭を整理する時間もね今後増やして、朝の使い方がね単純に分からなかったんだけどさ、いろんな人の YouTube を見て、今までどっちかっていうとさ在宅じゃないじゃん仕事だから、あの朝行くため出勤するためにね早く起きてることが多いからさ、朝の過ごし方がよく分からなかったんだけど、なんか朝に慣れたら慣れたで結構やることがあるんだなっていうのを知れたので、なんとなくの動きはできるようにはなってきたとはいえまだまだちょっとこれからだね。これズーシーのアイライナーらしい。どんな感じ？こんな感じ。あのメイクボックス、あれ机にも使えてたからさ結構便利だったけどさ、
いや、使えるんだよ、上側は。だけど足がさ、あれだからちょっと使い道はね、私そのね、デスクドレッサー使ってる時、背が、座高が結構私あるからさ、こうやってやんないとメイクできなかったから、レンガでちょっとかさ増ししたらってお母さんに言われて、それをやってたんだけど、足を取っちゃって、その本体だけをテーブルにできたりしないのかなとか思ったりはしてるんだけど、どうかなーって感じ。できたらそれでね、テーブルにしても、そこのソファーの前にね、置いてできるかなとは思うんだけど、どうかなはい、そしてこっち、これね、リリー・バイレットを今回、てか、結構出てきてるよね、これ。私好きなんだよね。うん。なんか私、やっぱりチークって、すごい濃いってよりも、薄めで、自分で調整をどんどんして濃くしていく。それでもそんなつかないチークが好きっぽいね。シェーディングは、こうを使います。なんだかんだね、これも使いやすいんだよね。でさ、今日ウォーキングしてさ、階段を登ってたんだよ。そしたらさ、一番上がちょっと高くなってるの忘れて、もう普通の登ってた階段と同じ感覚でいたの。そしたらすっこけて。でさ、反対側から、そう登り切ったところ自転車が来て、その子連れだったの多分幼稚園とか送っていくお母さんだったと思うんだけど、ふふって笑われちゃった。次はこれハイライトです。ハイライターも、まあ、ここら辺、このミワイスのやつです。そう、そういう恥ずかしい感じで。で、服装とかもよくわかんないからさ、スウェットっていうか、まあ、ルームウェアみたいな格好でさ、なんか適当な格好で、まあ、ウォーキングぐらいだからいいかと思って。なんかさ、ひなチャンネルさんっているじゃん。ペコペコウォーキングっていうのをやっててさ、ウォーキングもさ、筋肉系の人はさ、なんか、プロテインとか EAA を飲んでからウォーキングに行くとか言ってて、そのひなチャンネルさんもさ、結構そのダイエット系とかその筋肉を落とさないように言ってるからさ、 EAA とかを飲んでるんだけどさ、私は生活の整えプラス、まあ痩せれたら痩せたらいいなーとか思いながらウォーキングしてる派だからさ、朝白湯を飲んでから言ってるんだけどさ、なんかプロテインとかも一応ホエじゃなくてソイプロテインって、その美容にいい方って言われてるプロテインはあるからさ、それを飲んだ方がいいのか検討中っていう感じで。はい、そしてリップですね。何度も申し訳ないです、このリップ、これ今すごいお気に入りで、シーンのそのシーグラムのさ、コスメを使ったメイクをリクエストいただいて、どうしようかなって、今もしかしたら4月中とかになるかもしれないけど、わかんない、いつ3月4月中にはちょっとやりたいと思ってるんですけども、ないものは全部買うってなると、まあ安いけどね、ちょっとそのいつ買うもするかちょっと今んとこわかんないんで、ちょっと買ってあれしたら必ずやりますので、気長にリクエストいただいた方、見てたらお待ちください。はい、それだけ言っとくね。はい、こんな感じでメイク完成しました。最近このシーンも入れてるんだけども、まずこのメイクカバーモイスチャーで仕上げのやつかけときますね。そして私はですね、ドライシャンプーを使ってるということで、ドライシャンプー似てるよね。ドライシャンプーかけていきます。で、やっと美容室に行けるので、髪染めて、ちょっと切るかな。どういう髪型にするか全く決めてないですけども、髪の色をね、トーンを上げたいね。で、すぐにの、こう結構とろみがね、ありますので、ほらね。映ってんのかな。とろみがあるこの、やつで、はい、整えていくだけのこの髪型なんですけど、伸びましたよね、ほんと。もう私はこれぐらいで結構切りたくなっちゃうタイプです。ってよく言われますけど。そう、前髪も今回作ろうかな。なんか、私、前髪ない方がいいって言われたりもするけど、前髪あってもいいって言われるから迷うんだよね、いつも。そして今日のアクセサリーは、
まあ、いつも一緒なんですけども、こちらのこのやつをつけて、今日はもう着替えてありますので、あ、モーニングルーティン的な最近の朝の過ごし方が、そのちゃんと定着したらまた撮りたいよね。その朝ウォーキング行ったりとかさ、撮りたいけど、また始めたばっかで。ただね、朝ウォーキングってだいたい30分ぐらいが目安だろうけど、いずれその目標で、今は20分から始めてて、あんまりほらいきなり動いちゃうっていうか、いきなり始めてさ、ちょっと続かなかったら嫌なので、ちょっと短め、外にまず朝太陽浴びることを目的として歩いてるっていう今感じなので、いずれそれがどんどんね、2、3週間、1ヶ月って、まあ、4月ぐらいになったら30分か40分歩くことを目標に、はい、やっていきますけども、今はとりあえず20分プラス家でちょっと10分とか漕いだりっていうことをしているので、とりあえず運動もね、それでどんどん慣れてストレッチまでいけるといいんですけども、股関節を柔らかくする、そのストレッチぐらいできるようになったらいいかな。そしたら朝瞑想とかしてあぐらとかかけたりとかもできるだろうし、とか、なんかこう運動志向にどんどん脳を持っていこうと思ってる私なんですが、まずウォーキングを続けて、はい、頑張りたいと思います。1日5000歩8000歩とかね、行けたらいいけどね。今家にいる時なんかほら、在宅で仕事してる時も動かない。ただこうトイレ行ったりとか、ご飯用意したりとか、そういう飲み物取り行ったりとか、往復しか歩かないから、500も歩かない、300、200とかぐらいの時もあるからさ、それはちょっと避けたいので、はいって言いながらメイク完成したので行ってきたいと思います。こんなね、長い動画も最後まで見ていただいてありがとうございます。そして YouTube のね、更新もなんだかんだ、最近ショートをね、上げてくださいっていう声もいただくんですよ。TikTok とリールには上げてるんですけど、まあインスタもやってない方、そして TikTok もやってない方ね、いると思うので、ショートの方にも載せるようにしまして、ショートがまたどんどん上がったりもしてるんですけど、こういう長い動画もやっぱどんどん上げていきたいので、ちょっと何かしら考えて、朝活動をした、できるようになった時間のある私なので、上げれるようにそこも頑張っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。